日本代表 MF 三オ薫が所属するブライトンホーブ・アルビオンは、ロベルト・デゼルビ監督の後任に関して、ザンクト・パウリのファビアン・ヒュルセラー監督、31に絞ったという。イギリス、BBC が伝えた。ブライトンはすでにヒュルセラー監督の労働許可証を確保しているとのこと。現在はザンクト・パウリとのクラブ間合意を目指し交渉中で、まだ合意には至っていない。なお 仮にブライトンの監督に就任した場合、ヒュルツェラー監督は1992年に創設されたプレミアリーグ史上最年少監督となる。ヒュルツェラー監督は、2、ブンデスリーガ、ドイツ2部、のザンクト・パウリを指揮。アメリカ出身の青年指揮官は、スイス人の父とドイツ人の母の下にアメリカで誕生。2歳でドイツへと渡っていた。 バイエルンの下部組織で育ったヒュルセラー監督は、ファーストチームに昇格はできなかったが、セカンドチームからホッフェンハイムのセカンドチームに移籍。1860ミュンヘンのセカンドチームに移ると、FC ピピン3とアイムスビュッテラテレビでプレーし、2022年12月に現役を引退した。世代別では U15 から U19 までドイツ代表でのプレー経験もあった中、 若くして指導者に転向する意思があり、FC ピピンス・リートでは選手権監督を務め、U20 ドイツ代表、U18 ドイツ代表では現役時代にアシスタントコーチも経験していた。ザンクト・パウリでも現役時代からアシスタントコーチを務めていると、暫定監督に就任したタイミングで引退を決断。すぐに正式な監督に就任し、2023から24シーズンは普通。 ブンデスリーガで20勝9分け5敗の成績を残し、チームは見事に優勝。13年ぶりのブンデスリーガ昇格を決めるなど、若くしてその手腕が高く評価されている。